今回の舞台は岡山市内から下道で約3時間の鳥取県徳良峠にスポットを当てたいと思います。こちらなんですが、第二次大戦中に旧日本軍が建設していた軍事トンネルがあるということなんですが、なぜか途中やめで終わってしまったというトンネルなんですよね。まだそのトンネルが山中に眠っているということで、今回そちらに行ってみようと思います。旧道を進み目的地に行こうと思います。果たして目的地に着くのか心配なところですが、地図をもとに進んでみようと思います。うわ、かなりね、山奥の方まで来ました。もう道がものすごいです。なんかね、この先に旧日本軍の連絡路みたいなのがあるらしいんですよ。本当かなみたいな。ちょっとそっち今日は向かおうかなと思います。なぜその軍用トンネルが存在するのか、理由は姫路第10師団が置かれた播磨地方と鳥取との通行、物資運搬を容易にするために作られたと言われているのですが、途中やめで終わってしまったようです。このトンネルは昭和17年軍用道路として内務省の管轄で建設が始まり、昭和19年工事途中で放棄されたということです。その当時、朝鮮労働者約100人と地元の方が30人によって掘られたと言われてます。
なんだこのロープは。こんなとこにロープ、ところどころでロープが。ありました。お、ありました。これ旧日本軍の400段分目、ちょっと無理です。めちゃめちゃでかい。こんなとこに、これはちょっと無理ですね。よし。はい。というわけでご視聴ありがとうございました。まあ、全国各地でこういうね、連絡路みたいなのは存在すると思うんですけど、いや、こんね、めちゃめちゃでかい、ガガンボじゃない、ちょっとなんか成長しすぎたヤブカみたいなのもいっぱいいたんで、ちょっとなんか、やめました。というわけで、ありがとうございました。というわけで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。というわけで、個人的に YouTube アカウント持ってます。旅日記的な感じで書いてますんで、ぜひ登録お願いします。すいません、失礼しました。この動画をいいと思ったらグッドボタン。おるい。いつも動画見てくれてありがとうございます。はい、この動画をいいと思ったらグッドボタン。おるいとまでのブロックスライチャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも。